島市立磯部中学校は、三重県島市磯部町江里原にある、公立の中学校である。通称は、磯中。2014年5月現在の生徒数は193人で、島市内では、文を下中、島中に次いで3番目に多い、人権教育が盛んである。旧磯部町時代は、週1回の道徳の時間をほぼすべて人権学習に当てていたが、 島市誕生以降は多少変化してきている。グラウンド、磯部小学校区と同じである。放送委員会1年生は必ず所属しなければならない。以下に2012年現在活動している部を歴史する。多くの生徒が高等学校へ進学するが、就職する者も,も若干いる。進学先は例年、北隣の島高校が最も多い。 伊勢市の高等学校へ進学する者も,も多い。なお、自宅から中学校までの距離が2キロメートルを超えた場合、自転車による通学が認められている。職員玄関前の掲示による、三重県教育委員会29ページ、AB 島市市長公室編26ページ、南西調子による、当時磯部村と、 カンバラ村は別の地方公共団体であり、村境をまたいで学校が統合されたのである。三重県磯部町、磯部町50年の歩み調整施行50周年、記念誌2004年、町の歩み後の28ページ住所表記上は、襟原、下野号、狭間となる住所表記上は、ヤンバルとなる。大島康介、春場所所の口。 部長玉木さん喜び伊勢市役所中日新聞2016年3月31日付長官、広域三重みき広域17ページ、ベースボールマガジン社官、相撲2017年4月号101ページ。ありがとうございます。